学校法人早稲田大学早稲田大学早稲田大学図書館早稲田大学図書館は早稲田大学が設置している図書館及び関連施設の総称大学図書館としては日本で最大級の規模を誇る1882年に設立され現在では508万の蔵書と4万6000の定期刊行物を保有する東京専門学校の校舎の一角に設けられた図書室が 現在の図書館の起源である。1902年に初めて独立した図書館が建設され、関東大震災後の1925年に鉄筋コンクリート作りの図書館が完成。現在の中央図書館の建物は1991年に大学100周年記念事業の一環として、安倍球場跡地に建設された。大学には中央図書館、本庄文館、 四つのキャンパス図書館に加え、各学部、研究家や施設に設置されている学生や教員向けの、読書室、図書室は、資料室まで合わせると三十を超える施設が存在する。これらの図書館には合わせて五百八万冊の本が、所蔵されているとされる。また、早稲田大学図書館には、他の大半の大学と異なり関東大震災や、太平洋戦争も乗り切った貴重な資料が存在し、 そのうちのいくつかは国立国会図書館さえも所有していない。このため所蔵されている資料は戦前の日本史や文学の研究のために重要なものとなっている。図書館は、早稲田キャンパスの中央図書館、本庄キャンパスの本庄文館と4つのキャンパス図書館が設置されている。高田さない記念研究図書館、富山図書館、理工学図書館、所沢図書館である。 坪内博士記念演劇博物館地理院地図、Google マップ早稲田大学図書館早稲田大学図書館は、初代館長の市島健吉の頃から積極的な資料収集を行い、寄贈資料と合わせて文化的に価値の高い資料を数多く所有している。そのうち2点が国宝に、また5セットが重要文化財に指定されている。内訳は、原稿、古文書、 気象本、書道、手書きの短歌の短冊など、日本史に絡む古い資料であり、いくつかの蔵書は寄贈者にちなんで名前が付けられている。これらは非常に貴重であるため一般図書とは区別され、特別展示などの機会を除けば、通常これらの資料の閲覧は制限されている。早稲田大学図書館が所有する貴重の資料の例としては以下のようなものが挙げられる。 早稲田大学は図書館以外にも、坪内博士記念演劇博物館など博物館がいくつか存在する。これらもまた貴重な所蔵品を所有している。東京専門学校図書室長、東京専門学校図書館長、早稲田大学図書館長、ありがとうございます。